ガンナ・セルゲイブ・ナリザディノワは、ウクライナの新体操選手である。2013年世界選手権の個人総合銀メダリストであり、2013年世界選手権のフープで優勝、2014年世界選手権の個人総合銅メダリスト、2014年ヨーロッパ選手権の個人総合銅メダリスト、2016年リオデジャネイロオリンピックの個人総合で、 銅メダルを獲得した。2016年、リオ五輪表彰式にて5歳の時に、シンフェロッポリで新体操を始める。リザリノワの最初のコーチは元新体操選手の母、オクサーナだった。2008年に、キエフで行われた、ジュニアワールドカップでは、個人総合で銀メダルを獲得。同年トリノで開催された、ヨーロッパジュニア選手権では、団体で、 銅メダルを取ったウクライナ代表チームのメンバーだった。シニアでは2011年に世界選手権で団体銅メダルを獲得。2012年はロンドンオリンピックに出場した。2016年リオデジャネイロオリンピックの個人総合で銅メダルを獲得した。2017年現役を引退した。 http://rio.yaho-net.jp:/sports:/gy/gr024w-https://live.fig/gyemnastics.com/newsdisplay.php: アイデバントイコール 6405&ewse=1646&ewse キーワードイコール、ありがとうございます。